ジャン君、おはよう。お邪魔、おはよう。おはよう。ジャン君。昨日はライブで疲れたというよりは暑さだね。強烈な暑さだったので歩いただけで汗びっしょりになりました。体を暑さに慣らさないと。ジャン君、ポンちゃん、頑張って夏を乗り切ろう。ちゃん、ここにつっかけた。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。さっきママ綺麗かな。ワンちゃん、いかがに。さて、自分が作ったメタバース、アスタマニャ、なんだっけ猫カフェアスタマニャニャ入ってみます。自分で。ここにね、あれを入れたいんですよ。スクリーンね、スクリーンを入れて動画とか写真とかをアップしたいんですが、こればっかりはこの状態ではできないそうで、少しプログラム系のところに行かなければいけないんだということのようです。お、ちょっと待って、これに、あ、座った、座った座った。なるほど、何かあい、あ、ぐるっと回ったな。ほら、椅子に座れたよ。なんかね、あれ、今度はどうやると出るの？あ、うん、前に進むができないので、ジャンプ、あ、できないな。進め、進まない。何かをすると解除されるんでしょうけれどもね。こっちにしたら、隣の椅子に移動しました。わからん。アクション、グー、表情は、あ、笑ったね。こんなにかっこいいお兄さんだと、あ、画面では真っ白に見えてるね。ちょっと待ってね、暗くしよう。こんな感じかな。暗すぎるか。泣いて怒って笑ってみたいだと思うか。で、椅子から解放されないのはどうすればいいんですかね。ジャンプもできないし、わからないよ。メニューからは違うもんね。
一生座っとるんかい。わかりません。何かを読んでやるしかわからん。ず、ゼット、なんだこれ。あのギターを抱えるっていうのはあったんだけど、これを消すの、あ、消すの、これでしょ。ギターは何をしたら外したっけな。あ、なんて言ってる場合じゃないやね。はい。あ、今度ポンちゃん暗くしたら顔真っ黒になっちゃう。はい、パンちゃん。さあ、頑張りますわ。ジョン君ここだよ。はい。ジョン君、頑張りますわ。うん。ジョン君。何を考えているのかな？ジョン君。ポンちゃん、そろそろみんな眠いんだよね。だね。布団も敷いて寝ますか。お、ポンちゃんも来たね。しまうね。敷きますよ。うん。